はい、どうも年貢シューターと申します。今回も超飛のあつ森続きをやってまいります。現在ジャイアン超飛軍北へ北へと向かっております。これでですね、成り行きで炎章と戦っておりますね。実はですね、炎章と戦っているのは曹操を包囲するだけでなく、顔料と文集が欲しいという、そろそろですね、猪突を集めることに関して本腰を入れてまいろうと思います。現在集まった猪突ですね、見てみますと、まず馬長、そして張飛、そしてずっと下に行って印象ですね、これ馬長のところにいましたね。それからずっとまた下に行って最初からいる肺現象、増えたの2人ですね。はい、たったの2人しか増えてない。全部で4人という、都市いっぱい猪突で満たすという目的がですね、なかなか遠い難しいミッションだということにやっと気づきましたね。そこでさらに猪突を欲しくて欲しくてしょうがないという状況にするためにですね、まずその1、猪突しか登用しない、まあ、例外として仕官してきた武将、あとはですね、まあ、探索しないとですね、未発見のまま埋もれてしまう武将はちょっとかわいそうなので、探索して発見した武将は登用して OK ということにしますね。これを始めるのが209年の2月からにしましょう。理由は後でご説明させていただきます。あとはですね、降伏勧告で入ってきた武将、これについては今のところ保留ということで、このゲームの進み具合によってですね、考えていこうと思います。というところで今回も楽しくゲームをやってまいりましょう。さてジャイアン張飛軍北へ行きたいところなんですが、この反応、恐ろしい反応ですね。ということでひとまず退却ですね。ちょっとこれ兵を輸送で入れるなりなんなりして、もうちょっと兵数足しましょう。この先も結構輸送が厳しいので、それを考えるとですね、ここで自力をちょっとつけておきたいですね。ふとうとよ、ちょっと待ってちょっと待って、右から関羽長領、なんだこれ、見なかった、見なかったことに しようかしら、おかしいな。さてはっきりとですね、関羽と長領の姿が見えております。これはまた孫権に頼むしかないですね。動いてくれますでしょうか。巨匠8000出てきますね。うわー、ここ激しいな、総力戦だ。うわ、周囲追っかけてくる、超怖い。これで、ああ、牛筋切れないのか。牛筋だけ切りに行こうと思ったのに。こちらに。そして右の方、長領と義援がぶつかりましたね。で関をぶつかる、ここで両家が切れるかどうかですね。切ればこっちは優勢で、こっちが難しい、なんじゃこりゃ。うん、まず角化と牛筋と周宗が当たっていく。うわ、これちょっと難しい。で左では利点を倒せそうですね。なぜ線で逃げないのか。で右では長領の平坦を切りましたか。切りましたね。これを、ただ長領足止めはかからない。このまま逃げ切られてしまうのか。で関羽は馬体が抱きついて止めてますね。あとはこの後ろからここですね、平坦を切るのを阻止して出兵してきそうな気がしますね。まあそれが怖いですね。まあやってきますよね普通はね。なので長領確実にやりましょう。うん、出兵してこなかったらラッキーぐらい。この歩陳ですね、陳に包囲占領マークついてますが、守宗入れるかどうか。立点撃破、あー捕まえられない。死者が面会を望んでいます。おおお、これ何ですか、誰も捕まえてませんよ。またなんか何ですかそれ、幽霊ですか。いません、お帰りください。切りますよ次は。
おお、わわ、死んじゃうよ、馬体が死んじゃう。馬体86、関羽99。でかい、関羽はでかいんじゃん。ここにいるぞ、しびれる。いけ馬体、バチパイ。うーふっす、おなんとか返してるけども、おいけるんじゃないか、いけるんじゃないか。あー、ダメだ、強い、カーンは強いや。さあさあさあ、大丈夫かな、これで。あ、平坦切れそう、平坦切れそう。これで切れたんじゃないですか、切れましたね、平坦。こちらにいけましたね。で、ここは取らせてくれなかった。で、なんかここやばいですね、竜壁やばい。うわぁ、頭いいな、こいつら。こいつら3人とも頭いいぞ。関羽と張良はですね、倒せそうですけど、こっちがちょっときついっすね。いけるのか、これは。おっと、敵一つかました。これ以上関羽が下がるのか微妙だけども、ああ下がったのか、これでも。で、張良を倒しましたね。さて、どうなるんだい。うわー、終祖平坦切れか、これを。厳しい、これ。で、ここも逃がしてくれない。さて、炎光ですね、なんとか立ちになるかと出しましたが、うわー、角化がちょっと離してくれないですね。ギアの統率上がっていく。あー、ダメか、ここダメか、強い。関羽の平坦が復活しちゃいましたね。どうやって復活させたんだろう。あ、そっかそっか、埋まったのか。いけるのか、これ。うわー、シュウソウダメだった。でも捉えられなかったからよかったですね。うわ、こっちも肺現象無理やり押してったら無理、ダメでしたね。なんとかでも倒せるかな。あ、出た出た、反骨人、よかった。あ、それでも全然減ってないぞ、1200だ。しかし残りが200だ。いけるな、これは。いやいや、もう一回切りに行こうとしたんですけどね、さすがにいけましたね。何か用か。さてさて、ここは総退却ですね。総退却で一回出直して歩を取り直しってところですね。関羽を撃破しましたね。あとは安全に退却できるかどうか。あー、ダメだ、京都は捕まった。うわー、本当に捕まった、やべえな、これ返してくれるかな、初段かな、これ。どうもですね、妖的になんか行きそうな気配ありますね。あ、行かないか、いや行くな、報徳隊って言ってますね。おお、何部隊行くんじゃい、すごいすごい数。さて皆さん、寛平という男がいたの覚えてらっしゃいますでしょうか。寛平くん、寛平くん、何をしてるんだい君は。こんなところで油を売ってちゃダメじゃないか。命令かな。命令かなじゃないよ。君の掘りはいくつだい今。62、63、下げたものですね。寛平君、お城に戻りなさい。やるとしよう。今1月上旬、今月いっぱいでございますね、捕虜を手に入れられるのは。これ手に入れるか入れないかでだいぶ違いますね。そうです、私が変な、あ、違いますね。1月いっぱいと決めたのはこの寛平との約束、これがあるのでございます。209年1月になったら城に戻すと、それまでは死ぬまで戻さないという約束を私は果たしたのでございます。いやー、すがすがしい。ん、寄せてきますね。さあ、寛平さんが戻りました。王朝、そしてロシク、忠誠はわずかに62、63。ここで取れなかったらなんて、取る前に取れないこと考えるやつがいるかよ。いますよ、そりゃ。では、問いよ。あ、え魅力、あー、ロシク来た。ロシクが来れば OK です。 OK ですよ、これで。じゃあ、王朝取れるかな、今月内に。え、フォーリョ、今上旬ですね、まだいけますね。そしてここアンチ巨匠システム AKS 寄せてきております。
これ誰ですか、京都を持ってるの誰ですか。あ、これだ、純優だ。京都返してもらわないと京都に行けなくなっちゃう。パラッパ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 ラッパッパッパー、ずいぶんあれですな、寄せてくるのが上手ですな。全然皮肉が うまく言えないので、やっぱ京都の人じゃないとね、難しいですね。あの音がね、ピアノの音がうるさいと、ずいぶんお上手ですね。え、ロシクが王ちゃん、あ、取れない、マジか、62が取れない、役立ちます。あ、やっと取れた、さすがカンペ、ペイはすごいね。おおお、これうまくすれば順位を倒せるぞ。あ、でも全然効かないぞ。あ、退却されちゃう、退却されちゃうよ。報告が、あら、これは京都初段かな、というか取られそうですね。さて、イベントが出ておりますね。諸葛亮の嫁取り、これね、実は私やったことないですね。なんか出てもすっ飛ばしていいよそんなもんつって、他人の結婚なんか面白くねえよつってね。あ、すいませんね、本音が出ちゃいました。やってみましょう。孔明おるか、今日は孔祥元のお宅へ伺おうと思うがどうかな。これは水鏡先生、孔先生のところへですか。わかりました、どんなおなごがいるんでしょうか。孔祥元、孔明を連れて参ったぞ。おお、水鏡に孔明、よくぞ参った。孔先生、お久しぶりです。はて、孔祥元、娘さんの姿が見えないが、今日もまた例のあれかな。あ、いや、すいません。ああ、部屋にこもってって、なんてこと言うんだ、人の娘捕まえて。こら、そんなことより親としてはそろそろ結婚してほしいのがチラ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 。おい、そこのなんか羽扇持ったやつ、チラ。やれやれ、相変わらずか、いつもそんなこと言ってんだ。そうだ、結婚といえば孔明、お前どうなんだ。うん、こういうフリーなんだけども、お前もいい歳だろ。どうだ、その気があればここにちょうどいい相手がおるぞ。ほら、はは、お二人は初めから縁談を組むために私をお招きになったのですね。下策です。ありゃ、バレたか。よいぞよいぞ、はおはお。どうだろう孔明、娘は変わり者であるが、あっちの方はうまいぞ。きっとお前も気に入ると思うのだが。ほほう、そんなにうまいのですか。って親が言うか、普通そういうこと。おお、冗談のわからねえ男だな。ほれ、娘を連れてまいったぞ。おや、これは面白い、からくり仕掛けのデク人形みたいな娘ですね。孔明、ずいぶん辛いこと言ってますね。孔明、それは言い過ぎじゃないか。これは娘の変わり身の術、なんてこったい。待たせたな、こちらが正真正銘の私の娘だ。指くわえてバブー。諸葛亮です、よろしくお願いします。お手柔らかに。どうも。その噂でしたら私が自分で流したのです。すべては内面を見ていただく方をお探しするため、バブー。はっはっは、それはそれは、それにしてもこの人形はよくできていますね。ということでですね、この二人は結婚するのでございました。めでたしめでたし。209年1月、諸葛亮が孔祥元の娘孔月英と結婚しました。この時代に二文字名の親子ですか、これは。あざなですかね、ちょっと分かりませんが、諸葛亮孔月英と結婚する。以下の武将が流氷軍の配下、流氷軍の配下かい。やっぱりですね、人の結婚というのは面白くないものですね。倍なら倍ならっつって、水野春雄と淀川さんかっつ。吉報をお持ちしました。あ、巨友本当逃げますね。お、これは、あー、牛金対利権、これどうだ、だいぶ近いんじゃないですかね。え、利権85、牛金80。お、利権の方が上だ、なるほど。かかってくるがいい。
行きましょう、リゲン。いい、バチバチ。これは勝ってほしいところ。お、お、あ、ちょっと負けてるか。ん、これでリードする。うん、負けてるぞ、これ多分。お、お、引き分け。レアレ、出た。出た、レア。3度目ですかね、私ね。まあ、リュウゼンで1回あるっていうね。なかなかレアな体験してますけど。お、各府を見つけましたね。これは投与していいやつ。お、来ましたね。で、リゲン大丈夫か。リゲン大丈夫そうですね。うわ、おっと、来たで、これは。あ、すごい出てきてる、また。やばいやばい。張飛だけね、一旦先行させたんですけども、これ引かないと。引けるかな、張飛。そして張飛104、延期51。俺が天下無双の張飛様よ。張飛様よ。いざ尋常に。ああ、やばい、これ死に装束だ。これ死ぬぞ。飛んだ。どうなる。俺様こそ最強。うん、勝ち年。どうなりますか、これは。ああ、生きてる。お、延期捉える。ナイス、張飛。で、ここは厳しいな。やっぱ周りあれですね、隣接してるから。硬い硬い、これ。硬い、いくら打っても死なない。ん、長所2500。これはどこに出るんだ。右に出た。んー、これは何だろう。お、そして白馬的遅いぜ。うわー、厳しいぞこれ。でも厳しいぞ、寄せ方が厳しいぞこれ。また一回引くか。舞台攻撃であれば。分かった。硬いんだこれ。ダメだこれ。ここで戦っちゃダメなんだ。これ隣接が 1,2,3,4 つだからダメだ。ここ頑張っちゃダメなフランだ。実は全然アンチ巨匠システムじゃなかった。ダメダメ。また残骸だけ残しときましょう。さて、こちら北のジャイアンですね。どうも、ちょ突で前に向かってしまいました。後ろ下がってくれるでしょうか。さて、ここでですね、敵がいっぱい来ましたね。馬長の真意戦艦、どのタイミングが一番美味しいか。進みを遅くして見極めましょう。ん、これで4か。4かな。こっから右に出ることはないでしょうね。馬長の新戦艦、まずいですね。まずいですね。うわ、山の中だよ。わーっと、これで1人、2人、3人。強い、馬長は一番強いな。張飛さんより強いんじゃないかな。よしよしよし、4部隊撃破。さてさて、お、連携出ましたね。今鉄壁で、で、ゲーハが出て、うん、撃破。張雲何出したんだよ今。張雲って不死人。張雲は本当に気が荒い。張雲102、不死人61。逃げも隠れもせぬ。あ、いっちゃって。今日はやるだけよ。やるだけよ。いや、バチコイ。うわー、飛ばした。うわ、なんかこれ死の香りがしますよ。クンクンクン。クンクンクンじゃねえよ、ほんと。うわ、あー、生きてる。お、戦車をかまされ。20-50。超武力上がって97。ん、でもこっちからすごい数来たぞ。おいおい、なんだこれ。なんだこれ。これ倒せんのか、これ。これなんだこれ。奥州藤原氏のところでなんか攻められてる弁慶みたいになっちゃって、これ。例えが長かったな、今。ここは倒せるけど、ここどうかな。なんとか。艦拒否だっけ、これ。お、捕らえましたね。捕らえたけども、初突じゃないとダメだよ。おっと、すごい数来たな。これ倒せるかな。各所より報告です。で、これ何部隊だろう。ここまでかな。ああ、まだこの後ろもいるのか。ここまで倒してやっと K に行ける。いや、ちょっと厳しいでしょうこれは。こんなはずでは。お、捕らえましたね。結構捕らえましたね。うわ、やばいやばい。なんと。さて、撃破撃破で行っておりますが、
馬長ここら辺もう一歩いけるか、なんかいけそう、よし、ああ引いたか、どうかな、炎章ですよねこれ、炎章がどっち行くか、行かないかな、行かなそうな気がしますけど、真ん中来れば食らわねえ鉄壁だ、ここで打っちゃった方がいいのかな、3人、いや真ん中ね難しいと思うんですよね、入ってくるの、いや来ないか、来い、あと両一個を倒した、お捕らえた、よしよし、張飛上がる、あーこれ分かれちゃったぞ2つに、厳しかろうこれ、こっち打つか、炎章いけ、五尺な真似を一撃、よし後ろの長英を倒す、で電報前進んできそうだな、ちょっと両外に当たっちゃうか、あーでも趙雲がすごい前行った、あーなんかやられてるぞ随分、うわすごいぐちゃぐちゃだこれ、城まで届かないぞこれ、いやこの数はとりあえずもう無理っすね、馬長3000だし、うん、撤収撤収撤収だもん、死者がお待ちです、コソド、お、コソドこれもしかして和んでる、あ、和んでくる、ありがてえ、コソドとかね攻めたくないですもんね、あの端っこどうせちょっとつとかいないでしょうし、さて第3次炎章攻めですね、なかなか進まないですねこれね、やっぱりまだまだ我々の物語は序盤ということか、マーグンダンでまず前に行く、うわ豪華だ、熱い熱い熱い、うわこれ張飛また撤退だこれ、お結構ね捕らえますね、あと真偽これは発見したやつですね、そして高尊度、んこれでどこまで行くでしょうか、親密まで行くかな、あまだですね、さて電報ですね、先方で行ってもらえますか、久々にマー軍団の連携3連携見たいものでございます、どうだ、おーっと来た、おほい4連携、やっぱこのねマー軍団の連携一番ね行きやすいですね、兄弟プラス親愛、さて現在の状況でございますね、一回見てみましょう、ジョナンですね、ちょっとずつ削られてますがまた回復状況ですね、そしてエンですね、実はですねリゲンが裏切りまして、ソソについております、そこで3部隊かな、いやここら辺もブワーっといるんで、もしかしたら大軍団でエンを襲ってくるかもしれません、やっぱここを抑えとかないとダメなんですかね、なかなかここのバランス難しいですね、そして炎章なんですけども、これここら辺ペコペコなんですよ、なぜか我々だけ大警戒、第3次 K 攻略戦また厳しいですね、ん炎章3万ついに出るか、これは新戦艦を準備ですね、さあ来い、んーどこで放つか、ここから暗い新戦艦何連携、おっと来た来た来た、3連携馬球馬鉄、よし電報一撃、うん古中戦まで行った、電報で炎章が混乱だ、よしよしよし、うわ馬長燃えてた、そして投石台壊れる、さて張飛がね戻りましたね、ここでなんと私は名品、勘のいい皆さんお気づきでしょう、てか名品いっぱい持ってんな、全然配ってねえな名品、いや結構忙しかったんですよ、配る暇ないぐらい忙しいの、これをね神前で使おうなんてね思ってますよ、思ってんじゃねえか、さあ老子をですね授けましょう、老子を授けるのはもちろん老子区だ、今回も老子区が軍師となる、
孔明でもなく周瑜でもなく露宿でございます。これで露宿は104ですね。オーバーキルです。知力オーバーキル。これで本当のことしか言いませんね。どうですか、同盟組めるとことかどうですか。あ、関数切れてる、ちょうどよかった。さてここは張飛を待たずして軽攻撃入っちゃいますね。待っててもね、援軍が来るだけなんで。さてさて、これで右下馬運力が負を取ってさらに有利にしていく。炎章撃破、炎章はねちょっと積もってるんでね、欲しいですね。関水、これ同盟いけるでしょう。はい、 OK です。お、やべえ、絵の耐久半分だ。いや出してるんですけどね、ちょっと兵器がやばいな。ちょっと待ってください、ちょっと見ましょうか。今ねこっちの剣もね大詰めなのに、義援が、あ、なんとか抑えてますけど、この先がどうか。義援が入って、うわー最終段階だ。いけんのかいこれ。よし、李典を撃破。死者が面会を望んでいます。コーソンの死者、これは同盟か。あ、同盟ですね。12ヶ月、承諾。うわきっつい。これ一方こちら軽攻撃、張飛が間に合っておりませんが援軍が結構来ちゃっております。ここは速攻で落とさなければいけません。馬隊が統率上がっておりますが、あっちは縁でございます。縁はなんとか持ってくれと祈るばかり。あー、ギリギリ電用が入れませんでしたね。よし、まず電用の混乱、これで無力化だ。さあ行け。よし、闘志統率上がる兵器ですね。で馬長ゲイハー入れときましょう。ゲイハーを連チャンしていく。さてこれで半分ですね、耐久半分。お、激励をかましてきましたが、どうなるか。馬運力統率上がる、しかし馬運力持たないな、持たない。うん、で援軍続々やってくる。これどうだ、このターンでいけるのかいけないのか。うわ厳しいな、厳しい。ギリギリか、ギリギリか。あと200人。うー、各所より報告です。あと円はどうなってるの。これ円はまだ落城は してないんですよね、もちろんね。厳しそう。あと完璧間に合った、完璧間に合った。読んだか。うん、で領下を戻して、いやでもこれギリギリだぞ。これどうなってんだこれ。さて経緯は陥落。よし、なんとか陥落させましたね。これにて制圧、兵站切れ3部隊ですね。ちょっとつはいないっすね。これは全部ファーリア、うん、ガドレベル4。ちょっと待ってください、縁落ちるんじゃないかな。これ初めてのシリーズ、初めてもこれ久々の都市失う。ああ、あと耐久40、きっつい。これきっつい、これは落ちた。うわ陥落だ。これどうなんの、どうなんのこれ。まず官兵がブックブックだな。うー、露宿がギリギリ、これはやばい、やられた。各所縁を取り返された。そう、曹操軍強いな。これ我々が炎章を攻めたばっかりに完全に息を吹き返してしまったなんてこったいこれでも私は真面目にやってるのに。これ完璧やばいっすね。義援もやばい。とりあえずロシコ退却しましょう。承知しました。これはもうどうにもならないでしょうね、ここら辺は。で捕虜がどれくらい取られたかですね。あれ捕虜いない、あ一人います。馬隊捕虜かよ、マジか。我々のですね目標なかなか達成させてもらえません。1羽しか使わなかったこのマス型がですねまた火を吹きますね。これでね
そこからやってまいりましょう。円をガツガツ減らすところからというところで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。